国鉄 C62 形状機機関車車輪配置4から6から4は2軸先は3軸動輪2軸重輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性は原則テンダー機がハドソンでタンク機がバルチック。4から6から4という車輪配置はテンダー機関車の場合は1911年にフランスで作られたノール3.1101と 3.1102が最初だが2両のみの試作で、以後の米国の4の6の4機関車とは直接関係ない。ハドソンの由来になった米国のこの形式の特徴を生かした機関車は、1927年にニューヨークセントラル鉄道が開発した J-1 型が最初で関連鉄道のボストンオルバニー鉄道で、 導入していた2から8から4の二軸受大車で大型の過失を支える方式をそれまで使用した高速旅客用の4から6から2機関車と組み合わせることで軸重を増やさずにボイラーを大型化し同鉄道がニューヨークシカゴを短期で高速走行できる強力な機関車を必要としていたために作られた先受大車が二軸同士の4から8から4が 貨物列車に使われたこともあるのに対し、4から6から4の機関車たちはこれ以後も、高速走行を主眼とする急行用を対象とした存在であった。なお、イギリスでは、列車単位が小さいのと、石炭が全般に良質で、発熱量が大きいこともあり、高速旅客機関車は最後までパシフィックが主流で、テンダー機としては唯一、ルナー W1 形状機機関車が特殊な、 高圧水管ボイラを支えるために、重輪が2軸の4から6から4であるが、これは2軸時代車ではなく、1軸時代車2という、珍しい配置のものであった。ハドソンの社名は、創業者の工藤祐二が、この車輪配置の C62 を大好きであったことに由来する。ありがとうございます。